チャオ、たっちゃんです。今日4月の16日火曜日、あっちゃんちの晩ご飯の後のデザタイムは視聴者さんにいただいたルタオのチーズケーキです。食べましょう。おー、早速いただきます。よいしょ。よいしょ。おー、しっとり、周りがサクッとパイ生地みたいな感じ。真ん中じゃなかった気がするな。この辺ぐらいかな。切るもんじゃなさそうな感じするな。一人で食べるの？違うよ。めっちゃボロボロや。こっちだね。ドラえもんの。え？こっちだ。はい、フォーク。フライングで手についたやつ舐めたけど、めっちゃくちゃ美味しい。いただきます。皮は硬いだけ。中めっちゃしっとりしてる。味ないね。いただきます。めっちゃ美味しい。すごいしっとりしてんね。もったいないから明日食べようか。食べたい今。食べたいの？食べてみよう。どれ？もうちょっと食べる？あっちゃんも明日食べよう。明日お昼に子供がおらへんのにこっそり食べよう。見せたらかわいそうやもんな。今日食べてるもんな。明日のお昼のデザートだ。こんな早く食べるの？めっちゃ美味しいな。いやー、満足です。フォークの食べ、食べてみるな。おいしい。ルタオが選んだ素材は北イタリアのマスカルポーネチーズ。まろやかな酸味のほのかな甘みを持つバターのようにクリーミーな食感のチーズです。このまろやかな風味のチーズが、個性豊かな北海道の素材と混ざり合い、プリンのように滑らかな食感と優しい香りを持つパイタルトに仕上がりました。ベネチアランデブーのお召し上がり方、冷凍のままお渡ししております。
冷蔵で3から5時間解凍しお召し上がりください。解凍後記載の賞味期限にかかわらず24時間以内にお召し上がりください。いや、ちょうどね、今日は解凍してからね、何時間だ、十何時間経つね。ちょうどいい感じ。いや、美味しい。このパイ生地がまた美味しいな。うまいね。チーズケーキというか、バターっていうかプリンっていうかね、すごい濃厚、めっちゃ美味しいです。ありがとうございました。ごちそうさまでした。今日のあっちゃんちの晩ご飯の後のデータタイムは、視聴者さんにいただいた北海道ルタオのパイチーズケーキ、パイタルト生地の生クリームチーズケーキ、なんだろう、ベネツィアランデブ、ベネツィアランブル、ベネツィアランデブでした。はい、美味しかったです。ごちそうさま。ありがとうね、レイタチャカさん。ごちそうさまでした。では、またね。バイバイ。今日のあっちゃんちの晩ご飯の後のデザート、ルタオのチーズケーキ、ベネツィアランデブル。よかったよと思ってくれたら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。子供はね、自分の分2切れずつ食べたんで、あっちゃんは一切れ残してるんで、明日のお昼ご飯の後にまた食べたいと思います。ではまたね。バイバイ。美味しかったよ。